音楽で日本を楽しく今井良樹 YouTube チャンネルなんですけども、今日ねちょっとおもろいニュースとかマジかって思うニュースを見つけたので、ちょっと皆さんにねご紹介してみたいなというふうに思っています。これね2020年8月20日のニュースなんですけどね、ブルーノマーズがドンキホーテの新 CM に登場、ドンキ行くよです。ドンキ、うん、まあ歌はないんですね。でもいいですね、なんかこのなんか懐かしいハウスですね。これちなみに皆さん分かりますね、ベースは、まあ、間違いなくサンプルだと思うんですけど、ジュノ106のベース、ローランドのねベースに、TR909 のねこのオープンハイハットな感じとか、スネアかな感じとかね、なんかこう懐かしい、アリシヒの、ハウスミュージックって感じですけどもね。サイドチェーン使ったライザーだけがすごい、あの2000年以降って感じで、2010年以降って感じがしますけど、短いな。ブルーノマーズが出演するドンキホーテの新 CM が9月1日まで放送されている。短いんですね。普段からドンキホーテが好きだというブルーノマーズ、ほんまかいな。ブルーノマーズ本人が映像のプロデュースと書き下ろしのジングルを手掛けていた CM はメガドンキホーテ渋谷本店で撮影、ドンキ行くよをキャッチコピーに客として来日したブルーノマーズ4人のダンサーが店内のさまざまな場所で踊りながらドンキホーテのオリジナルブランド情熱価格の商品を購入していく様子が選ばれていると。日本の大好きなお店でお菓子を買ってた時の映像だよ、うん、嘘つけって思うけど、本当だったら、でも本当だったら面白いな、本当でここまでやったら面白いんで、まあまあごめんなさい、何でも嘘というのは良くないと思いますけど、これみんな知ってましたかね、いつの間にこんなし、まあね、結構最近富に来日の多いブルーノマーズさんですけど、僕ももちろんもう超大好き、あのライブこんな楽しいアーティストいませんが、ちょっと最近来すぎなんでね、あんまりライブ見てないですけど、まああの、グラミーでも何度もね見かけて、例えばグラミーの2013年のグラミー賞ではですね、スティングとブルーノとブルーノマーズがね共演してというところで、あのまあブルーノマーズはねご存知の通り、いろんな過去の名曲をモチーフにしながら、パクリではないカバーでもない上手な着地点をね、本当にロックとアウトオブヘブンなんて、本当にもうポリスの曲にすごく質感は似てるけど、やっぱりオリジナリティも感じるみたいなところでね、いうのも含めてね、ブルーノマーズのライブでもめちゃめちゃあの評価の高いブルーノマーズですけども、相当すごいことな気するんですよ、うん、さあこれはギャラがいくらだったんでしょうか本当にすごそうですけども、ね、なんかあの CM はもう本当に超ハウス調なで、歌っていうよりはね、なんかあの本当にもうハウス調のジングルでちょっと声乗せたぐらいな感じだと思うんですけど、これね面白いですね。限定コラボグッズでハローキティとも、コラボするんですかね、すごいですね、かわいいはい、これぜひ皆さんの概要欄にねリンク貼っておきますので見てあげてくださいという感じですが、久しぶりじゃないですか、日本の企業に海外のアーティストが出演するなんてね。それこそもう昔マイケルが、スズキのスクーターラブの CM に出ていたとか、日本航空のね CM で羽田で撮影したジャネット・ジャクソンね、ジャネットが JAL のエグゼクティブクラスっていうのが誕生した時に羽田でねダンサー引き連れてリズムネーションを歌うとか、これも懐かしいんじゃないですか皆さん。英会話イオンでセリーヌ・ディオンがあの出ているとか、今僕が言ったような CM って本当80年代から90年代2000年手前ぐらい、いわゆるバブルが弾ける前だったんでしょうね。日本がジャパンマネーがまあそれは強くて強くて強くての時代で、おそらく海外の人たちが日本の企業の CM に出るってこと自体も、そのやっぱりビジネスとして非常にあの潤沢なギャラというか、制作費だったりギャラが用意されて非常に良かった時代なんじゃないかなと思いますけど、まあこういったねものがやっぱりまあ日本もなかなかこの今円安だし、それから経済的にねもう30年大きな成長もなくっていうところで来てるっていうところで言うと、まあこういったねあの海外のトップアーティストが CM に出るなんていう機会を見かけることがめちゃめちゃ減ったなって感じがしてましたので、なんか、こういうコラボはすごくいいなと思いながらも、歌ってほしかったなっていう CM を見る限りはね、本当ちょっと喋ってドンキ行
くよだっけ、ドンキ行くよって言ってるだけで歌がね聞けないのはちょっと残念でしたけど、ブルーノマーズはどうなんでしょう、新日課なんですかね、これだけ最近特によくいらっしゃいますし、六本木ねワンオークということでねアフターパーティーとかもよくやられてますし、うん、まああとまあ単純にチケットの売れ行きがいいんでしょうかとね、なんかロンキーホーテも結構海外にも進出してるじゃないですか。あ、確かにね。でハワイ、カリフォルニア、シンガポール、タイ、香港、台湾、マレーシア、マカオ、グアム、結構海外進出してるんですね。こういうところでね外貨獲得とかできてたらいいですよね。なんかこのブルーノ・マーズが起用されたのなんとなくこうアリシの日本のね経済をちょっと彷彿とさせるような、ニュースだったので、ただね曲はかなりシンプルなジングルですけど、やっぱ本人がっつり踊ってますんで面白いんで皆さん見てみてくださいっていう、今日はね結構ライト面なトピックでしたけど、この人の振れ幅の広さすごいぜと、相変わらず思った、そんな出来事でしたと。はい、ということで、今回はちょっとね緩和球大的なトピックでしたが、ブルーノマーズがドンキホーテ新 CM に登場ということでご紹介しました。今井戸スキルチューブチャンネルでした。チャンネル登録それからコメント等々よろしくお願いします。ありがとうございました。